やってきました。第一通り駅、今から飲みに行きます。浜松駅の北口でですね、北口で、フィッシュさん待ちです。行きます。フィッシュさんのよく来るお店だそうです。ゴアマンションできましたね。こっち、クレタケソになってんだ。こんな感じ。マンションというか、こっちはホテルなんですよね。多分、クレタケソってなってるんで。ホテルもあると。よしと。先週の土曜日も浜松来たんですけれども、ここに歩道ができてるの分かりませんでしたね。ここ通らなかったんで、分かんなかったんですけど、ここ便利ですよね。これが、この歩道があると、今はですね、地下を通ってくるか、もうちょっと向こうの方まで行って、鹿島市の、交差点というか、そこまで行って、渡るっていう風だったんですけど、これがあると便利ですよね。という風です。ここにですね、このマンションできたんで、それも関係するのかなっていう風には思いますけど、今からですね、飲みに行くんで。先週、緩く、人の出が、賑やかさが緩い賑やかさってことを言ったんですけど、まあ今日も今晩もですね、今8時。8時なんですけど、まあそこそこいますよね。やっぱり緩いのかなっていうふうに思いますよね。団体さんがいなかったりするんで、みんなで集まっていこうぜみたいな感じではないですよね。今から飲みに行くんで、駅前で待ち合わせをします。浜松駅前です。ここで待ち合わせです。夜の街をですね、まあちょっと、下見っていうか、歩いてきたんで、自転車でもあったり、歩いても来たんですけど、若い人が多いですよね。若い人と外国人が多いですよね。これちょっと待ってたいと思います。まだ自転車で来たんですけど、自転車の方が早かったですね、バスよりも。あそこからよし、7時まで時間を潰してます。外もう日が暮れてきましたね。あと1時間ちょっとあります。待ってましょうか。メイワン駅ビルです。こうなってる、こうなってる、こうなってる。浜松駅で、向こうが煙鉄百貨店。ほんと早かったですね、自転車で来て。ちょっと暇なんで、まだ時間かかりそうですよね。まだ来ないと思います。ホテルに入って荷物を下ろしてってことなんで、この間ちょっとここで喋っててもいいなと思うんですけど、電池が心配かな。何言ってんだろう。ちょっと時間通してますね、とにかく。こんな感じです。外国人の人が集まってるのと、なんか女の子が、高校生みたいな女の子とは違います。お疲れ様です。いっぱいやるけど、とりあえず。美味しい。マスクついてました。動画とも。動画また。ドライ。台湾ラーメンが来ました。